コエラカントゥスは、古生代ペルム期に出現し、約1億4500万年前までは、世界中の海に広く生息していた、甲骨魚類の一族。シーラカンス目クシーラカンス科に属し、シーラカンスで唯一原生する、ラキメリア族の遠い祖先もしくはそれに近縁な、グループである。シーラカンス科の模式族であり、現在知られる、コエラカントゥス族は6種を数える。その名は、 シーラカンス類の総称と同義であるため、しばしばラティメリア族と混同される。しかし、シーラカンスの名は、最初の発見例であったこの種に対して当てられた、学名から派生した、英語系である。彼らは今日知られる、ラティメリア族に比しておおよそ小さく、そして、細長い頭部も持つ。ラティメリア族よりは、積極的な旋回の捕食者であったかもしれない。しかし、 多くの形態上の類似性を持っている。また、個体によっては全長1メートル近くになるものもあった。彼らは世界の海で長くの時代を反映し、古生代と中生代の間の大絶滅イベントも乗り切った数少ない生き物であったが、約1億4500万年前を境にそれ以降、発見されない。何を原因として滅んだかについての具体的な解明はまだ聞かれない。 ありがとうございます。